朝は、ユダ王国の第三代の王。ユダ王国第二代の王アビアムの息子。名前の意味は、与えるという意味であるとされている。知性の初めには、神殿談笑を追放したり、異教の神々を破壊したりして、神殿礼拝の浄化を行い、宗教改革を行った。知性の15年に預言者アザルヤの後ろ盾で、ユダ王国の全土で、宗教改革を行った。 その結果、20年間の平和と繁栄を享受した。地勢の10年に、エチオピア人、ゼラの攻撃を受けた。アサの軍隊は、ユダ出身の盾と槍を使う、兵士30万と、ベニヤミン出身の小盾と弓を使う、兵士28万の、計58万人であったが敵は100万人の、軍隊と300両の戦車を率いていた。戦力で劣るアサはヤハに助けを求めた結果、 敵を打ち破り、追撃も加えて、敵を全滅させることに成功した。知性の36年目に、北イスラエル王国の馬車と同盟関係にあった、アラムの欧弁肌デに神殿及び王宮から金銀を送って援軍を依頼し、北イスラエル軍を撃退した。神の力ではなく、外交政策で問題の解決を図ったことを、 預言者花にに出席されたが、逆切れして花にを投獄した。地世の三十九年目に、両足が病気になり、神ではなく、医者に頼ってしまった。地世十一年で病没し、自分で作った墓に葬られた。紀元前九百十三年から、紀元前八百七十三年という在位年は、ウィリアム・オレブライトの説による。エドウィン・ティーレは、紀元前9十一年から、 紀元前870年という説を出している。ありがとうございます。